そのだけえばレース展望です。この時間は12月16日水曜日の展望を行います。この時間の解説は日刊スポーツ池永博美さんです。よろしくお願いします。お願いします。え、今週そのだけえばカー水木の3日間開催。今日火曜日からスタートしています。今日はゴールデンジョッキーカップが行われましたね。はい、JRA の岩田康成ジョッキーが見事に優勝を遂げました。そうですね。はい。はい、え、まずは初戦きっちりと勝ってそのまま逃げ切ったという感じね, <laughs> ね。なんかカー騎手からね。 出遅れても勝てると言われたらしいですねインタビューでそう言ってましたねで、ほ本人ね本当にね出遅れて勝ってて笑ってましたそうですよねはい。まあ馬が強かったというところあるんですがしかしその後の2戦目3戦もきっちりポイント稼ぎましたからねもうさすがに岩田ですねもうコース知ってますからねこの馬はどういうレースしたらですね大ヒュー崩れなやつに知ってますからねさすがですねということで2010年の2月以来6大会ぶりの優勝ということになります2度目の優勝を遂げた岩田ジョッキー 何でも優勝賞金の百万円は兵庫県の騎手会に寄付をするというね。うねまあご様子だったということでね。はい、本当に今でも兵庫のことをね熱く思ってくれているわけですね,ね。勝負もありきてますから、ねあ。そうですよね。はい、はいえー。見事な伊バジョッキーの優勝でした。さあそれでは水曜日の展望に参ります。えー、明日水曜日十二レース行われます。メインは B2 クラス山田錦杯そして準メインに A2B1 の混合戦が組まれています。まずは十一レースの展望から参ります。 坂米の王様、山田錦拝です。十二頭立ての b 2ツー千四百メートル、池永さんの印、このようになりました。本命は四番の名将松島に入っています。まあ中央から兵庫に戻ってきた前走初戦が勝利という間ですね。そうですね。まああのー、ビニーに上がりましたけどね。はい、きっちり勝ちましたからね。あのレース見せられるとですね。うん、もう今回クラス、プラス勢力ですからね。ええー。連勝はほぼ濃厚だと思うんですけどね。はい。 まあ前走コンマ一秒差でしたが、レースぶりはどう評価されたんですか。うん、あのー、まあいくらか太めでしたからね。はい。まあそれを叩いた後ということで,ですね。えー、馬体絞るで,ですね。前回以上のレースはできると思います、ね。なるほど。上積みもあるだろう、はい、ということですね。今日二勝上げた柏原、九の管理はということにもなります。橿原、か。 川原ね、うん、経営コンビと言われますからね,あね。<laughs> あの川原ジョッキーも今日最終レース勝って実は J R A と地方通算5連勝にあと8つに迫ってるんですよね。はいはい、ね。えこれももしかすると年内にということになるかもしれませんね。ねはい、さあそして対抗は5番のスターボードに入りました。今回高級戦ですね。うん、これは思い切ってね。 僕もあの人気のない逃げ馬好きですから今日おそらくこのまま花切るでしょうね。買ってないんですけどね。何しろ ZL でオープン、難関でオープンに勝ちしてますからね。そうええ二トイでしたかね。二勝し二勝しますからね。活躍を見せましたよね。はいでこちらが未勝利なんですけどね。ええ去年ですか。そのダ f c スプリントスプリンはい。それで二着でしたね。来ましたね。 まあこれだの実績があればね、うん、2> B にまで落ちればねスピードを生かせると思いますね。えー、はい。ええー、そして黒三角六番一席二丁です。こちら中央からまた兵庫に戻ってきましたね。ねこれも ZL 帰りですね。はい。五連勝の後八着で向こうに帰ったんですけどね。<laughs> はい。で五ヶ月休み明けなんですね。ですね。はい。まああのこれ農園一分十八秒六でね。はい。あの二週の馬ごとしてはいい時計台してますからね。えー まあこの時計だったら十分通用すると思いますね。まあアリマ急車ですからね。ああそうですね。新規開業の有馬マ急車はいうことです。それから四番手評価三番のベントアウレオに入っています。まあゼアルなのね。これも同じゼアルが外輪ではないですけどはい。これも一回叩いてですね。はい。自分これも上積みあると思います。前回プラス十キロぐらいあったんですよね。そうですね。プラス九でしたね。はい。 まあ前走が名勝松島の三着という結果でしたけどその差をどれだけ縮めれるかですね。はい。ええそして次の評価白三角はどちら上にですか。まあ M ザクサンダーを上に見たんですけどね。二番の方。それから七番ですね。はいはい。スイングリーダーということですが、M ザックサンダーはどのあたり評価しますか。あこの枠理解してですね。今日は前のエグケー前回のエグケーバそれは面白いでしょうね。ババがババですからね。 でもう1頭7番スイングリーダーはいかがでしょうか、うん、車は先行力がありそうですからね、はい、本別の競馬を見てましたらね、えー、2>, まあ2番手つけて競馬しそうですね騎乗する池田ジョッキーは今月から2か月にわたっての短期騎乗しているんですがはい、はい、もう4勝を上げました、ね、頑張ってますね。でえ。今日初日もアルマというまでね初戦の馬で逃げ切って穴を開けましたけどもね、はいえー、池田ジョッキーも頑張っています。ということで、えー、6頭の評価上位となりましたがフォーカスも見ていきましょう。 ここは4番の名将松島、一着固定ということで,うで、ね、もうほぼ間違いないと思いますけど、ねはい、ここはかなり信頼できそうな目印ということですねただ相手5頭ということですかられどれがらい23きをてもおかしくないと思うんですけどねここはちょっと手広くいったほが良さそうな感じですね。はいはい 3連単全部で20点という回目フォーカスをげていただきました、はい、明日の11レース山田錦杯メインレース B2 の一戦発走時刻は3時55分ですさあそれでは準メインの展望にも参りましょう10レースこちらは A2B1 の一戦です本来ですとこのレースがメイン予定だったんですけどもね,そうですねトが順番が入れ替わったという形なんですが 1230m の争いです。 一番と二番の二頭が B ワンクラスで三番から外が A ツークラスという形になっていますが、印このようになりました。本命は四番ダブルファンタジーに入っています。伊川さんどうですか。そうですね。まああの前回ジェアルガの戦に、ねはい、人間あんまりしてなかったんですけどね、えー、だいぶ細めだったんですよね。二十 キログラフともいって、プラス二十キロ。ですね知らなかったんですけどね、うまくあの土佐騎手はね、うまく乗りましたね。強かったですね、全然。そうですね、うちからいいとこ、ポンと二番手つけてですね、楽に抜け、抜け出しましたからね。はい。ただ今回は前走と比べますと、頻量が二キロ増えると。二キロ増えてね、はい距離が千二百三十ですね。これが微妙ですね。向こうであまりこう、短い距離走ってませんので。はい。はい。これだけですね。それだけクリアできればね。 自分伝承はあると思いますね力は認めつつもちょっとこう不安材料があるという風うに見ます,、ねはいすね、どれだけまあ馬体が絞れてるかね、えー、明日の発表を注目したいですけどね、えー、馬体発表はねはい。で対抗が6番の英心アトラスとなるとこのまま逆転があってもいいと、うん、これ英心やはり同じオーナーですかね記者は違うにしろね、はいえー、おそらく競め合いないと思いますね6番と5番ですねはい花行くのアトラスの方で2番ってアクロンで、うん、これうまく折り合いつけられまたすたね、はい いったいったという競馬ね。なるほど。はい。先ほどおっしゃった四番がね、二キロ二キロプラスで戦略三十なったということでね。ええ、いったいったも十分ありますね。そうですね。まあ中でもエイシンアトラスの方二番手上位に取ったのはどういうところですか。まあ逃げるということですね。はい。まあそちらの方が優勢だろうということです。これも距離初めてなんですね。そうですね。はい。だから先行馬ということはね、前後で距離短い方がいいと思う思うでしょうね。はい。 で5番のエーシンアクロン黒三角まあちょっとオシレースがついてるんですけどね。二、ねはい、着続きのまあまあこれが番手競馬になるんじゃないかと、ね。そう思いますけどね。はい。そして星印こちらは8番鈴の大高に入りました。これはね。下位位から上がったとこですけどね。前走強かったんです、ね、内容はねいいですからね。はい。<laughs> まあ今日はちょっと花間ムジですけどね。うん、大外枠ですからね。あの枠3,4番でつけてですね。はい、流れに乗ればというとこですね。 はい、前走 B1 買って今回 A2 への上級初戦となりました。はいはい、そして7番のレギス、これはもう展開モズレだったわけですね。モズレで入ってくるということですね。はい。はい、えということでまあ上位5頭まで収支が入ったという形ですが、はい、池波さんのフォーカスはこのようになりました。 えー、馬単ボックスで4番6番5番の6点買いということですね。うすねもう一体いったもあるということでね。はい、そういうふうにしたんですけど、ね。A 新前2頭の12も見据えた買い方ということですね。4番的方はやはりこの3とちょっと差があると見ているわけですか。と、はい、思いますけどね。4番6番5番この3頭上位の評価となった池永さんです。ダジュレースのスタート3時20分となっています。どうぞお楽しみください。 さあそして明日は旧レースにアッパートライ競争も含まれていますいよいよ2歳の認定戦も少なくなってきましたねそうね、はいはい、えー、まあそんな中で県客ハーバーがデビュー戦に勝ち方をして全走人気集めて4着でしたんでこの辺りの巻き返し期待されますねそうですねちょっと前回ね後方から行き過ぎましたからね、えー、どの位置付けるかね鍵になってくると<な>いうことですね,ま,すね、はい、まあその他にも竹丸ビクターとかなんとか認定勝ちタイムなんと思いますのでね、うんまあ、僕は4番のモズキンボシ本目を打ったんですけどね、えー、はい、はい それから何と言ってもまずは全日本二歳優秀マイタイザンが、ね、そうですね遠征しますんでねそれが上級に楽しみですねはい、はいえー、ここまで解説は池永さんでしたどうもありがとうございましたどうも失礼しましたそのなけは今週残り2日間水曜と木曜の開催もどうぞお楽しみください。